ストップ作ったら体の中心はもう本当に焼き鳥になった感じでスパンと回ることを意識、あとは右肘インパクト後は左肘を柔軟に使っていくことで遠心力が働いて腕が勝手に伸びていく。振り抜きは手で振り抜くんではなくて自分の体をしっかり振っていく、体を先行させて振っていく、そして遠心力を使うことで振り抜きが上手くなるっていうところです。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日は振り抜き、この振り抜きをよくするコツについてレッスンしていきたいと思います。多分皆さんプロゴルファーの連続写真のようにこういう風に綺麗に腕が伸びて体がスパッと回転するようなスイングに憧れてると思うんですけど、なぜそれができないのかっていう方いらっしゃると思うので深掘りしていきたいと思います。振り抜きっていうのは気持ちよくスイングがフィニッシュまで向かった時に自分の中で、ああ今振り抜き良かったな、もう今振り抜けたなっていう感触が出てくると思います。次にもうそうやって打とうと思ってイメージするとなぜか余計できなくなったりするんですね。それは一つ共通する理由があると私は思うんですけど、まず絶対的に振り抜きを良くするためには体が先行してないと振り抜きってダメなんですよ。なんかイメージの中で振り抜きってこう手の振りの振り抜きでイメージしてらっしゃる方がいると思うんですけど、振り抜きっていうのは結果論すごく鋭くて綺麗に回れたことを振り抜きがいいっていうと思います。決して手がすごい綺麗に触れたことが振り抜きが良いとか振り抜きが良くなったとかっていうわけではなくて、体が先行して綺麗に体が回れるからこそ手が振り抜きよく振れるんですよ。だからそこは勘違いしないように、手の振り抜きではないですからね、体の振り抜き、体が先行して体の軸の中心がスパーンと曲がることによって後からついてきた腕が遠心力で伸びて振り抜きがうまく作れます。そこまでしてもインパクトで詰まってしまうような気がするとかすごい気持ち悪いってなる方は無理に多分振り抜こうとして手をこう伸ばす行動に移してしまうとこれ詰まっちゃうんですよね。これはなぜかというとテイクバックをしてダウンスイングに入るとき、体もちろん振り抜くので回ってくるんですけど、ダウンスイングに入るときは右肘が曲がってる、インパクト超えてくると左肘が曲がってるっていう、この右肘曲がる左肘曲がるっていうところが柔軟に使えないと両肘伸ばしたイメージで入ってくると詰まってきてもうここでスイング終わってしまいます。自分はすごく腕伸ばしてるつもりなのに動画見たら手がこんな風にここでインパクトでこういう風になってるっていう動画よく見るんですよ。これは自分で伸ばそうとした時にもう詰まって肘がこうやって曲がっちゃうので、絶対右肘曲げて左肘が伸びてる状態が作れて伸びてまたこっち曲がるっていう、この動きがないとヘッドが走って遠心力もかかってこないので、体の中心をしっかり素早く回す、そして右脇締める左脇締めるっていうこの右肘左肘の関係性を分かりながら振り抜いてこないとうまい振り抜きはできないと思います。まず普通に振り抜いてみます。まあ、本当に体が先行して大きなフィニッシュが取れる。次に自分で腕で振りに行こうと伸ばしていくとどうなるのか。あ、ちょすごいミス、いいミスショットが出ちゃったすごいいいミスショット。そんなことなるんですか。ダメですよ皆さん、こうやってインパクトするんですよね。あ、でも本当に当たらない、本当に当たらないしフィニッシュまでもいけない。すごい大発見。
あ、でも本当に当たらない、全然芯に当たりません。でそしてフィニッシュまで全然いけない。今はどういうことをしたかっていうと、いつも通り体をスパーンって1球目は打ちました。で2球目からはこう自分でインパクトの瞬間に両腕をこうパーって伸ばしていこうっていう意識をすると、まず1球目シャンク、2球目3球目はもう歯のトップに当たってフィニッシュまでいけないっていうスイングになりました。なので検証できましただからトップ作ったら体の中心はもう本当に焼き鳥になった感じでスパンと回ることを意識、あとは右肘インパクト後は左肘を柔軟に使っていくことで遠心力が働いて腕が勝手に伸びていく。だから一番重要なのは振り抜きは手で振り抜くんではなくて自分の体をしっかり振っていく、体を先行させて振っていく、そして遠心力を使うことで振り抜きが上手くなるっていうところです。皆さん試してみてください。